我々モンゴロイドユニオンというバンド名でやらせていただいております。この池袋ラボという企画は今回丸井さんの40周年企画ということで、こちらの毎週火曜日8月中演奏させていただいたんですけれども、大変悲しいことにですね、今回で最後なんですよ、この夏休み特別企画は。なんですけれども、我々的にはまたちょっとやりたいななんて思ったりしてるんですけど、どうですかねボス。そういうことだそうですので、もしちょっとこいつらかっこいいなとか、この企画いいなとか思っていただけましたら、そちらの投げ銭箱にチャリンとかパサとかドサとかガチャとかベチャとか、その財布の中身の重いものその他いろいろポケットの中身入れていただいたりとか、あるいは写真動画を撮ってツイッターの方にちょっと池袋ラボとか丸い前とかコメント書きながら投稿していただいて、ちょっとまたやってほしいじゃないかみたいなことを書いたりとか、そういうことをしていただけますと我々の活動の助けになるというシステムになっているんだと思います。適当言ってますということですので、よかったらご協力をお願いしますということでですね、ちょっと元気な曲をお送りしましたので、次はちょっとしっとりとした曲をお送りしたいと思います。次はニルバーナというバンドがあるんですけれども、あのグランジロックのあのニルバーナです のスメルズ・ライク・ティーン・スピリットという曲をちょっとジャズアレンジでお送りしたいと思いますので、聴いてください。